大変ご丁寧なご紹介をいただきまして、恐縮しております。この鹿沼企業人の会、高橋会長さんから経過等を聞きながら、今の TPP の交渉の状況を皆さんに分かってもらえるように話をするようにと命ぜられましたので、喜んでやってきました。また今日は佐藤鹿沼市長さん、そして、木村商工会会頭、さらには富久議長、私の一番の仲間であります、小林副議長にもお越しをいただいて、お話をできるということでございます。できる限り、話せる範囲で努力をしたいとこう思います。それでこの TPP というのはですね、環太平洋経済連携協定、みんなよく分かってますね。太平洋を挟んで12カ国が経済連携をやろうと、こういうことですね。で、もともとは2006年に P4 といいまして、チリとブルネイとシンガポールとニュージーランド、比較的小さい国で2006年にスタートいたしました。で、この4カ国はですね、産業は競合しません。ブルネイだったのはガスと石油で国が成り立ってます。ニュージーランドは農業だけで成り立ってる。シンガポールは貿易で大丈夫だと、こういうことでありまして、これがスタートしました。非常にうまくいっていると、こういうことでアメリカが2010年に参加をしたわけでございます。そしてアメリカが参加した後、どうも日本も入りそうだと、こういうことになりましたんで、日本に物を売っているカナダとメキシコも入ると言ったらさっと入っちゃったんですね。で、日本は前政権でぐず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 やってました。61回会議やって結論出ない前政権でありました。深夜まで毎日やったそうです。賛否両論が分かれて結局参加を決められなかったと、こういうことでございます。で、この経済連携というのは他にもたくさんあります。よく聞く FTA、自由貿易の連携の関係、それから EPA、これは経済連携協定で、こういうのはたくさん日本も今やっていますが、多国間でやるのは珍しいと、こういうことですね。倍の協定というのはたくさんあります。で、倍でやってるやつで、成功しているのは北米大陸の FTA、 だからNAFTAですね。 N が北、 A がアメリカ、そして FTA、 NAFTA、 これ非常にうまくいってます。アメリカ、カナダ、メキシコです。それから南米ではメルコスール、南米の大きな国4カ国で自由貿易協定をやっています。で、その究極はですね、 EU だと思います。私 EU の姿だと思います。ただヨーロッパのこの人口は5億人です。5億人、そこで、国を相互乗り入れを今やっているのが EU、あるいは今までやった EC、 こういうことだと思います。で、これは5億人の世界です。で、今度のですね、この TPP は7億9000万人の世界です。7億9000万人です。ですからちょうど EU の 1.5 倍だと思ってください。ただ向こうはですね、ローマ字の言語がみんな同じような言語だからやりやすい。こっちは漢字の国もあるし、アラビア文字の国もあるし、そういう中でこの12カ国がどういうふうにうまくやっていくか、こういうことです。 GDP は、世界の 38%、 約4割を占めます、この TPP は。それから人口は、物の動きは世界の3分の1、こういう巨大な経済連携でございます。そこで日本は、安倍政権になりました。安倍さん、2月の20日にアメリカへ行って、で、23日にですね、2月の23日にオバマ大統領と2人で会見をして、
日本はこの TPP に関してですね、非常に、センシティブっていうのは、まあ、結局慎重にやる農業のことです。分かりやすく言えば、でこの弱い部分を配慮してくれるの、したら配慮しましょうと。じゃあアメリカに弱いとこなんだと、やっぱり自動車と工業製品です。でアメリカに日本は関税どのぐらいかけられているかというと、乗用車が 2.5% かけられております。トラックは 25%、 これ税金かけられてるんですね。でこれ税金がかからなくなったら、日本の自動車はアメリカにもともと行ってしまう。そうするとアメリカのビッグスリーはですね、今でも5000億円赤字だと言われてるんです。年間5000億赤字で、そこでですね、今関税は払ってるのは、日本は1370億円払ってます毎年で。これでありますから、アメリカがそうそう簡単に自分の弱い部分を手放すことはありません。しかし日本はここを攻めなかったらですね、弱い農林業はひとたまりもない。こういうことで攻めまくって、アメリカは日本に対して自動車の関税は撤廃しますということを約束をしました。しかし、日にちが決まりません。何年かかるんかも決まっていません。できる限り、可能な限り長期間今のまんまだという協定になっています。ですからアメリカはそう簡単にこの1370億も関税取ってるやつ手放すわけありません。でそういう中で、日米の話がお互いに慎重に配慮する部分だけは、お互いに尊重しましょうねと言ったのが2月23日なんです。で安倍さん24日に帰ってきました。2月24日で、私は2月25日月曜日だったと思いますけど、党本部にいましたらですね、エレベーター降りたら、そこで電話が携帯になりました。携帯がパッと見たら安倍晋三だから、私も総理何ですかって、総理ってこう言っちゃったもんで、新聞社がなんだなんだってバッと来ましたが、私はこれは危ないと思って会議室へ入って鍵閉めて、総理何でしょうって言ったら、いやこれ TPP 参加したいと思うとはっきり、それで党内の取りまとめできないかと、こういうことで、できてもできなくてもあんたが帰ってくるのを待ってたと、必ずこれを党内の決議を取ってくれっていうのが25日の話でした。24日に帰ってきて25日、で私会議室から電話で終わって出てきて、新聞社がザーッと言ってきました。今の総理って何だって言うから、私外国の人と仕事してんだと、ああいう総理ちょっとうまくいかなかったんで仕事で、総理総理とこう言ったんだって言ったらですね、おかしいって、いや何か、総理と言ったのは安倍さんだろうって言うから、いやいやそうじゃねえそうじゃねえと、もう外国人に謝ったとこだ、こう言ってその場は乗り切ったつもりでおりました。というのは、この日本最大の仕事をですね、前回落選して浪人から戻ったばっかりの男に任せるとは新聞記者は思ってなかったと思います。ところがそういうことなんで、そこうやむやのうちに2日間過ぎて、25日には石破さんから電話あって、あんた総理からも言ったけど受けてくれなって言うから、まあそれは受けましょう。それで27日にこれはスタートした。で何日間もらえるとこう聞いたらですね、 A few weeks って言ったんですね。だから 2,3 週間の間に日本の結論を出せと、こういうことなんです。こう思いましたが、自民党の大会が3月17日なんです。だから私はここまでに結論を出したいということで、そこに組織を50人ほどの組織を作ってですね、寝ずにやって、あらゆる項目を検討はし、3月13日の決議をやったと、こういうことなんです。でこの時ですね、やっぱり賛否両論いましてですね、会議やって私が真ん中に座るはずがですね、私の席に座ってる男もいたんです。なんでこいつ俺の席にいつも座ってるのかなと思って、そのうちなんで君はこんなに急ぐんだとかですね、総会をなんで夜の8時からなんだ、
こんなこと言ってきましたんで、バトルがあってあれがテレビに流れた話です。うちに帰ると孫が、おじいちゃん喧嘩しちゃダメだぞってテレビで見てたのみんなって、大分のおじいちゃんが喧嘩して、あれ鹿児島なんです相手はね、参議院議長終わったばっかりなんです。名前はお辻って言うんです。ここで応援した人いっぱいいるんだ、だけど私はこれは自分が預かった仕事で、この期間は党の83条期間、総裁直結直属の期間なんです。誰も口出しできないんです。そういうことで83条期間ですから、こいつ何言ってんだと、体も小さいのに生意気にかかってきてこう思いましたが、もうそんなことはどうでもいいと、この日本の国益どう守ろうと、こういうことで私はあそこを収めたんですが、やっぱり、テレビが出た後罵声を浴びせねえわけにいきませんので、少し、困るようなことも申し上げたところです。さあ、この交渉、私は決議を作るときに農業団体猛烈な反対です。今も反対です。昨日も私、日本商工会議所の会合を出た後宇治へ往復して、今度は夜は全国の JA 中央会長会議にメインのコメンテーターじゃなくメインの挨拶ということで、私は商工会議所やったのがお昼、夜の夕方の6時から今度は農業会議の方で、農業関係でご挨拶をしました。で、農業の皆さんは反対です。で、なんで反対だと、今自給率 40% がこれ自由化したら、全部自由化したらですね 13% まで落ちると、もう農業なんかやる人いなくなるよと、こういうことなんです。しかし政策をやりますから、例えば自由化されてもそんなことは私はないと思います。さあ、そこでとりあえず日本は得すんか損すんか計算させました。一番簡単な GTAP モデルっていうんですけれど、農業は何にもしなければ3兆円損します。何にもしなくても貿易の円滑化やれば経済界は 3.2 兆円10年後には GDP が伸びます。で、こういうことで、これ GTAP モデルですから、まあ一番単純な計算でありますけれども、私は、これから貿易交渉うまくいけば、もっともっと日本の520兆の GDP に貢献する数字は大きくなると見ています。で、これは数字は言いません。それで、今何やってるかと、今何やってるかと、まず決議で私は農林の重要5品目をまず守りますということを決議文に入れました。重要5品目というのは、米麦、それから牛肉、豚肉、甘味資源、乳製品、これ、牛豚を一緒にしますと5品目なんです、重要品。これは守り抜きますよと言ってんです、言ってんです。しかし交渉ですから、どこまで守ったかっていう話になると思います。それで、あとはですね、国民皆保険を守ります。これは国民皆保険は守ると言ったら、アメリカ攻めてきていないんです。今攻めてないということは裏では攻められてんだと思います。表に出ないとこで、で、国民皆保険と同じものができちゃったらですね、今の国民皆保険はやっていけなくなります。やっていけなくなる。で、ここはですね、注意しなきゃいけないと思います。それからそこは私は守ると言った。あとは食品の食の安全、残留農薬や食品添加物、添加物なんかもアメリカは46種類ぐらい許可してますが、日本36で止めてますからね、これ増やしたくないんです。あんまり増やすと大変だから。それから遺伝子組み換え、これはやらせません。で、こういうことで食の安全を守ろうと我々は今やっています。あとは ISD 条項といってですね、投資家対国家間の訴訟、これアメリカにバン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 やられちゃったら日本やれなくなると、こういう話がありましたが、私はそうじゃないと、日本も訴訟権持った方がいいと。
だから卵巣防止して、卵巣防止した ISDS 事故除去、投資家間が投資家が企業政府を訴えることができると、この仕組みは私は残したいと思います。残すように命じています。その他、まあ、たくさんのことを決議をいたしました。これは守り抜きたいんです。で、守らなければですね、日本のこの GDP 膨らませることはなかなか難しいと思います。そこで、それじゃ農業が反対してるけれど関税ってどのぐらいあるのと、こういうことになりますね。で、今日本で関税をもらっているのは9018項目です。9018タリフラインと言います。これは関税かけてます。そのうち農業でかけてるのは834項目だけかけてます。その834の中で、先ほど言った重要5品目にかかるタリフラインは586です。そして重要5品目以外で、関税がかかっているのは248です。で、これをですね、586は守りたい。しかし農業団体、今になりますと586を超えて834全部守ってくれよということを言われております。言われております。それで、それ以外に今関税でどうしても守んなきゃなんないなと思ってるのは、経済産業省所管の比較川、それから履物、57項目あります。それから財務省、これは日本酒を海外で作って日本に持ってきてる日本酒がありますが、これは7タリフラインありますけれど、これをどう扱うかと、こういうことがあるんです。それで9018項目のうち、自由化がいくつになった、いくつになったって毎日新聞のは出るのは、いくつ日本が譲ったかということで新聞に出ますが、私が見てる限り今まで会ってた新聞はありません。残念ながら。残念じゃない、それでいいんですか。この交渉はですね、政府側で全部知ってるのは4人しかいません。党側では、1人しかいません。これはですね、保秘契約というのを結んでおりまして、条約が成立してから途中どういう交渉でこの条約が決まったかという項目については、決定を4年間発表しません。4年間発表できなくなっています。だから昨日も全国商業商工会議所の会長の挨拶文見ても、政府は一つも表へ出さないんで困ってんだという文章を私は読みました。読みました。で、夜の全国の農政連の大会でも同じことを言われたんで、私は一番最初の挨拶で同じことを言われていますが、まあ、私どもの交渉にかける、もう本当にありとあらゆる交渉力でやってるつもりですので、任せていただければということを申し上げたところでございます。さて、この交渉ですね、皆さんもよく見てて分かったと思いますが、アフラックの一件があったと思います。アメリカンファミリーで、郵政はですね、私郵政の民営化やったんです。郵政の民営化、それで、まあ、小泉さんと一緒に、私が副大臣竹中さんの手伝いながらやりました。切った貼ったは全部私がやりましたけども、大臣何のくれました。今度はしてもらわなかったら許しません。それでこの郵政でですね、郵便局と郵便事業会社と2つあったの1つにしました。それからあとは簡易保険、漢方生命、生命保険が一つですね。それから郵便貯金、ゆうちょ銀行が一つ、こういうことですね。で、ゆうちょ銀行っていうのは240兆円ぐらいで金預かってたはずです。今170兆円ぐらい下がってる。一方、漢方生命、皆さんのお金たくさん預かった。で、これは日本郵政が株をまだ持っている。民営化したけれど政府は手放していない。そうするとですね、安心してみんな漢方生命に生命保険入る。そうですね。これは
見えないセルフ保証なんです。見えないセルフ保証なんです。でこれ入るからですね、そこで、学業資金や育英資金や住宅ローンにここで貸し出しすれば他の人たちが困りますね。今やってる民業の皆さんが。だからできないできない、させないさせないでここまで来たんです。ところがこれはまあアフラックって本当に大したもんだと思う、ある意味では。いつの間にか誰も知らないうちに手を組んだと、こういうことですね。だから郵便局のあの店舗も使ってアフラックのがん保険はこれから日本でますます売られると、こういうことですね。去年の儲けががん保険日本だけで1600億あったそうですから。でこれがですね、国民皆保険に来なければいいと思ってるんです。これ TPP の外で来られた時は私の責任じゃありません。日本郵政に何度も言ってます。で今回もですね、ブルネイの会合には日本医師会は萩生田副会長兼参議院議員が心配に来ました。我らも心配してんだから配慮してくれな、こういうことだったんで、まあ一緒に共同先生やろうね、こういうことでありますが、何を攻めてくるかわからない、こういうことだと思います。で今の交渉はどんな状況になっているかというとですね、まあとにかく第18回会合、7月23日に我々はマレーシアのコタキナバルで、正式加入をしました。そして、8月は24日から30日までブルネイのブルネイで交渉が第19回の交渉がに入ったと、こういうことですね。それでこれはまあオープンしても新聞社の皆さん入っても構いませんが、日本は9カ国にオファーしたんです。日本も自由化ある程度こうやりますよとのオファーしたんです。そしたら向こうからリクエストというか、向こうから逆オファーというか、それが来るはずが、実際には、来ない国があったと。で9カ国なんで9なんだと、11じゃないのかと、9なんです。これはですね、ペルーとチリはこの太平洋自由連合、自由太平洋連合といって太平洋のあそこのところ4カ国ぐらいでやっぱり貿易の経済連携ができそうなんですね。でペルーとチリは今回日本はオファーできなかったと。それから帰ってきたのは5つしか帰ってきてない。であと他の国は今、向こうから帰ってくるようにやってるんです。ところが日本が出したオファーがですね、向こうにしてみりゃとてつもなく低いと。こんな自由化で本気にできるか、こういうことを言われていますが、しかし交渉ですから私は手順としては合ってると思います。数字は残念ながら申し上げられません。これはそれで、オファーがせり上がっていきます。やがてせり上がっていきます。それで、これから妥結のオファーいつ頃だということになりますと、この TPP は2つに分かれます。1つはですね、21作業分野といって、ルールを決めます。ルール、貿易ルールを12カ国でなるべく自由にしようという貿易のルールを決めます。もう一つは物品の市場アクセスといって関税のかかる項目をいくつ残す、つまり自由化をいくつやる、9018のうちいくつ残るの。そして今米は 778% 関税かかっています。小麦は252、牛肉は 38.5 こうかかっていますけれども、さあどうするんですかという交渉は12月の末にかけてやる、こういうことでございます。だから今はルール作りの方です。ルール、これが10月の4日から6日、4日と6日が、担当閣僚会議です。
8日が首脳会議でオバマ大統領と安倍総理がやります。私は5日に出て8日の会談が終わるまで、現地におりまして心よかに帰ってくると、こういうことで、安易な妥協されたら困りますんで、ここはしっかり見守っていきたいとこう思っています。それでこれ数字は全く漏れません。これは数字漏らしたらですね日本の手の内を明かすことになります。私も今回答室にいても電話記者2本入ってました。1本はワシントンです。しかしこれはですね、どんなに親切にしてやっても数字は私は家族にも言いません。家族に言って家族がポンと誰かに、いくつって言ってたなんていうやつを遠回しに聞かれて言ったら日本負けますから、私は小林美京先生だって言わない。これは言わない。これはね、本当にもうだからみんな怒ってる。分かってるんです。それでこのルールを決める方、今どんなことやってる。一つはですね、先ほど言った食の安全で添加物の数をいくつにするとかですね、残留農薬基準をどこまでで止めるかとか、こういうのが一つありますね。それから原産地規則っていうのはこれ今揉めに揉めてるんです。原産地規則というのはですね、洋服作る場合、例えばベトナムで洋服作る場合は、ベトナムは糸は中国が作ります。それから生地も中国が作ります。そして洋服はベトナムが作ります。でベトナムはアメリカに輸出しています。アメリカでは、結局チェーンストア関係の皆さんはゼロにして早く持ってこいとこう言ってますね。ところがアメリカで繊維を作ってる人たちはダメだと、3分の2が中国で作っててなんでベトナム製なんだと、これはダメだと、こういうことで原産地規則が今揉めに揉めています。でこれはですね、2分の1ルールというのがありましてですね、2分の1以上諸国で作った、12カ国以内で作ったら無税になると、繊維がですね、こういうことを今やってるんです。で何が得するか、皆さんの中でも得する人も出ると思います。というのは日本で3分の1作りました、工業製品でも木製品でも何でもいいんです。それからその TPP の3カ国でまた3分の1作りました、部品。そして残りの 40% はよそで作りました。そうすると今までは30しか認められませんでしたが、今度は30たす30で60がその国で作ったもんだねという認め方をします。そうすると2分の1ルールをクリアしますから、域内は関税ゼロになります。でこれがですね、非常に産業界が待ってることです。それから産業界で待ってるのはですね、投資します。投資しましたが、その国はもう制度変更をボンとやります。ボンとやったらですね、今まで投資したのは何だったのと、こういうことになりますから、変更できないようにやります。さらに ISDGs 条項で、投資家が政府を訴えることができる、そういう仕組みをこれは成立させますし、これはほぼ合意に近いと、こういう状況にあります。ただ今ややこしいというか面倒なのたくさんあります例えばマレーシアはマレー人優遇政策です。マレー人を何割か使わないと企業が言ってもその企業は創業できません。株式もある程度持たせなければマレーでは仕事ができません。マレー人優遇政策があります。しかしこの TPP の世界でですね、このそういう政策いいのかっていうのは、これは、他の国は攻めるところ、しかし、マレーシアではこれは何としても勝ち取り、こういうことですね。それから国営企業はですね、市場開放しなきゃいけません。日本は、国と都道府県と政令都市は全部開放しています。今政府調達、物を買うのも入札も金増しはまだやってません。
でそれをですね、やれ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 っていうのが日本が攻めてるんです。なぜ攻めてる？アメリカは50州あるうちですね、37州しか解放してないんです。でアメリカは大きなこと言ったってですね、これどうしてくれるんだと、市場解放できねえじゃねえか、こういうことで今アメリカを日本は攻めまくってます。しかしアメリカは合衆国ですから、州法の方がそういう部分は上位に立つのではないかという解釈があってですね、アメリカ結論出ません。でこんなことも TPP では今せめぎ合いをやっているんです。で先ほどの原産地規則例えばうなぎ、これ厳しくやってますから、どこのうなぎか分かるようになってますけれど、それ以外のもの分からないんですね。でこの原産地規則の表示を誰がやると、国がやるかと、金がかかりすぎてダメと、やっぱり物を売る人にやってもらおうと、こういう状況にほぼ落ち着きそうになってきました。でそういう幅広いことをやって今いますが、農業に関しては相変わらずもう TPP 反対の鉢巻きの渦でありまして、私はそういう中、また福井県と長崎県に今月中に行ってくれと、まあ、反対が多くれば多いほど、まあ、張り切ってこっちもやるんだけど構わないんですけれど、そんな状況の中で TPP 交渉をやっています。それでこれですね、まあとにかく知恵があったら教えてください。この間ブルネイに行ったらですね、ブルネイのガソリンは40円なんです、リッター。で40円と安いのはブルネイ政府が悪いって言うんです。なんで政府が悪いのって聞いたらですね、それは製造会社に、国が金出してるから安くできると、これはもう TPP 違反だと、こういうところまでいろいろな注文がつくのがこの世界で、まあ、落ち着けていくのをどうするかと、こういうことなんです。でこのルールを、まあ、10月の8日の首脳会議までには、まあ、見通しとしてはつくのではないかと思っています。そうすると第2弾市場アクセス、つまり関税項目のいくつ生き残り、関税率を下げるのか上げるのかと、この大問題を12月の末までに解決したいというのがアメリカの考え方です。で昨日の新聞ですかね、だいぶひどい悪口が出てましたけどね、これアメリカの、まあ、第閣僚級ですね、USTR アメリカ外交通商部の部長は、日本で言えば大臣甘利さんですけど、今会議が多くてエコノミーで移動してるそうです。私も入ってたから、これは同情を買うかためかもしんねえぞ、いやー金がねえからじゃないですかって言うから、まあ、どっちかなでしたら、昨日の新聞はだいぶ金がアメリカも困ってんねえなという書き方でしたが、今アメリカに会議やられると嫌なんです。これ日本でやりたいんです。しかし日本がやれば日本が議長ですから、そうすると日本の主導権でやられると。これは日本の交渉力というのは巨大な交渉力です。とにかく TPP 対策本部には各省の超エリートばっかり120人集めてあるんです。それでこいつら全部、こいつらじゃない、この人たち全部英語で面接やってるんですから、もう何聞いても英語で夢見るぐらい達者のやつばっかり各省から120人集めて交渉団を編成しているんです。でその交渉団の主席がよく話聞くでしょうが、鶴岡というんです。これは外務審議官から行きました、外務省ナンバー2から。いつも茶色い背広しか着てないので、交渉に来て、あいつ茶色い背広 2着持ってるって言ったな。でズボンはいつもプレスしてねえから、みんな1本しか持ってねえんじゃねえかと思ったら、この間プレスしたやつも最後の日にそのズボンを履いたから2本ぐらい持っていくんでしょう。これはとにかくたぐら男です。白と言ったら黒が必ず来ます。白が言ったら間違っても白なんて言わない。
でこれが非正規交渉官、安心して、支持できます。その下にいるのは、パキスタン大使をやってた大江っていうんですが、大使のまんま引きずり込まれて、今代理やってるんです。で国内統括官は前の国税庁長官で、その後が副長官をやってた佐々木というんです。でこれが全部仕切ってるんです、国内で。その下に、国交省から行ってる審議官が渋谷と言いまして、この4人組が全て知ってると、こういうことなんですね。毎日私の部屋へ来ます、交代に。これはお互いにこれ腹を打ち明けてやんなかったら、万が一踏み込みすぎたら大変なことになります。踏み込みすぎたら大変。これは交渉ですから、カードの切り方が我々も想像するよりも絶妙なカードを切ってると思います。思いますという表現にしておきます。でそういうことをやっているということをちょっと分かってほしいと思います。それで、もう少しでやめますけど、あとは揉めてるのは知的財産、知的財産、結局ですね、薬の特許が一番揉めてます。で薬はですね、日本はデータ保存期間が8年、アメリカは5年です。でアメリカはこれはですね、2桁以上に伸ばそうとしています。で新薬の開発をできる国、能力がある国はどこだと、これは日本とアメリカだと思います。だからこの人たちはですね、もっと長くしないと結局利益が出ないから、新しい薬作れませんという言い方をしてるんです。日本は幸い8年、途上国は絶対ダメだと。マレーシアなんかは特別な病気が蔓延してきたそうですが、これは何としてもジェネリック薬品は3年以内に、切れなきゃ嫌だと。でこれはですね、調整非常に難しいけれども、まあ日本がやってるような形に落ち着くのではないだろうかと推測をしています。推測ですからね、これね、間違ったって記者の皆さんね、私はそんなことやってます。あとはあれですね、ディズニーランドのミッキーマウス、これ50年で切れます。アメリカはですね、これ80年に伸ばそうとしてます。こんなの伸ばしたら子供らのですね、遊園地行く金いつまでも下がんないもん。ディズニーランドそれじゃなくて儲かってんなもん。だから私はあんまりここはちょっと意見があります。あとは環境という名前でですね、漁業補助金が揉めてるんです。乱獲防止、乱獲につながるから漁業補助金は出しちゃダメだと、こういうことなんですね。しかし日本は東日本大震災であんなに傷んで港がまだ治ってないんですよ。そこダメだと、こういうことを言われても、これは最後まで突っ張るつもりでいます。絶対これは漁業補助金は譲らないと。そして乱獲につなげないということを我々も証明しますから。でこういうことを今やってんですが、なかなか国によって違います。クジラ取るなっていう人たちは、なんでクジラ取るなって言ったら、目が可愛いからっていう、目が可愛いから取るなって、こんなこと言われたら困るしね。まあいずれにしても漁業補助金は大揉めに揉めています。あとはですね、まあ国有企業って何なんだと、株の持ち具合かとかですね、実質支配してるこの実効支配の状況かとか、いろいろ揉めてますが、これは日本は攻めどころですから、最後の最後まで頑張っていきたいと思います。あとは貿易ルールは極端にルールを簡素化します。郵便と共済で、先ほど言ったように新商品作られると、ね、日本金持ってますからね、ここはおそらくクレームがついてくるんじゃないかと思いますが、
国内調整をうまくやりながらやっていきたいと思います。あとは希少金属、中国のように出さないなと言われた時にどうするか、だから入ってる域内でお互い融通し合うのをうまくやっちゃおうと、こういうことをやって今います。で、結論として申し上げます、これはですね、農業の皆さんも守りたい。ただ農業の生産というのはですね、日本のGDP520 兆円です。520兆円、農業の国内生産は8兆2000億です。いいですか、 1.6% なんです。それで外国から買ってくるのが4兆円、12兆2000億を国民の口に入るとき95兆円に変わってるんです。だからそこの取り分を農業者にもう少し傾斜配分してもいいねと、こういう話があることも事実です。ただ農業というのは額は少ない、額は少ないけど地域社会を守ってきたと、きれいな空気も守った、きれいな水も守った、だからそうないがしろにはしちゃいけないと思います。だから私は最大限守り抜く、こういうことで、影響力としては30兆円40兆円の影響力があると思います。 7%、8% ので、これはですねしっかり守っていきたいなと思います。それから林業、合板、これですね、早川さんいるから話しにくいけどね、これは入ってくれば国民は喜んじゃうんです。日本で、ご飯作ってますけれど、これは名目は日本の国産材を使うからっていう名目で守ってるんです。ただ50年前に日本がですね、自由化する前は日本の木材は 94.8% が国産材でした。 94.8、 それが 17.8% まで下がった。で、それを政策でどこまで上げたと、 25.6% まで今上げてます。この合板をどうするかっていうのは大きな問題あります。それから漁業補助金と同時にですね、魚類、これも買ってます。魚はですね、これは関税は 3.5 から 28% だから大したことないんですけど、1兆300億円輸入してるんですね。で、これを、どれとどれ残すかと、こういう話があります。特にひどいのはこんにゃく、これはいきなりないからいいけども、福田総理、中曽根総理がいてですね、これは関税がおそらく 1700% ぐらいかかってるんですよ。こんにゃくいくらでもないんですよ今は 990% でやってるんです。しかしいくらでもないから切りますよなんて私が言ったら、私は明日群馬県に袋叩きに会いますからそんなことは申し上げませんが、そういうの問題提起を私からやっております。で、結論としてね、これは条約に批准するときは国会承認が必要です。国会承認が必要です。国会承認がなければ成立しません。しかし、今自民党人数多いから乱暴なことを反対する人がいるとやりますね。昨日まで委員だったけど採決の日に委員じゃなくなる人は生まれます。何言ってるか分かりますか反対してるとそれまでやられます。これはもう不退転の決意ですから。だから委員会の採決は一番大事だけれど、全員賛成という委員会構成にこれはなります。ならなければ日本が持ちません。しかしそれをやれなくて私は今言ってません。そういうことも想定されますねと言ってるだけですよ。ここ間違ってない、そういうことで、アメリカがなぜ急ぐ、アメリカは来年中間選挙なんです、秋以降。だから、これを11月12月までに決めて法案を通すのに6ヶ月かかる。そうすると夏になってしまうねと、根回しから何かやって、で、それを公約にしていくと。アメリカのオバマ政権は公約にすると、それで中間選挙を乗り切るために急いでいると。ただ交渉事は急いでいるんなら譲りなさいと、これは日本にこれはやらせています。交渉事は五分の理屈であれば、
五分の理屈であれば、物分かりいい人と物分かりの悪い人が喧嘩したら、必ず物分かりの悪い方が勝ちます。だからずっと物分かり悪くしてください。私はそうだと思う。日本の交渉団には絶対これやるこうやっています。大変いろいろお話しましたが、数字申し上げられないので申し訳ありませんが、まあ、そういう交渉をやっていると、最前線でやってます。今度バリに行きますから、時間のある人はどうぞバリに来て夕食でもごちそうしてくれればありがたいと思います。今入ったところで経団連が幹部が7人、それから農業団体は16人、それから農協は今のところ10人前後でしょう。そういう人がステークホルダーっていうんです。ステークホルダー、利害関係者、彼が来てですね、右の話と左の話と聞いてると、どっち取ったらいいかっていうのが分かんなくなる。これがステークホルダーって言うんです。ただ私は最大のステークホルダーは国民です。国民が10年後20年後にあの時やってよかったという評価をもらえるような決着にしたいと思って努力をしております。ご支援のほどお願いして、またご清聴くださいましたことにお礼を申し上げて、とりあえずの話にさせていただきます。ありがとうございます。